おはこんばんちは、上順チャンネル。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 おはこんばんちは、上順チャンネルです。今日はね、ここの宿で今回お世話になりました。ホテルレンタカー660。ホテルレンタカー、はい、勝浦町の、キャンペーンでかなり安く宿泊できました。今回お世話になったホテル&レンタカー660なんですが、紀伊勝浦駅から徒歩2分、路線沿いにあるホテルなんですね。そしてね、今回予約した宿泊プランなんですが、通常の宿泊設定は1泊2日2食付きで1人7000円のプランだったんだけれども、今回ね、じゃらんのクーポン、そして全国の自治体が独自の観光キャンペーンを使ってまず半額まで値段下げました。でそっからね、県民のみんなが使える県内宿泊施設などを利用する際に宿泊費を一部割引できるお得な電子チケット、和歌山リフレッシュプランというのがね、9月の30日まで使えるコロチケットを今回使って購入額2500円で5000円分の利用可能の電子旅行チケットを購入し、県民半額プランを利用して1泊2食宿泊で2人でなんと4500円まで値を下げました。しかし今回ね、そこからなんですが、自治体独自の観光キャンペーンの特典としてなんと勝浦温泉商工会共通の商品券3000円分をねいただきまして、これがね、まあキャッシュバックということで計算したら、なんと今回の宿泊費2人で1泊2食付きで2人でやで1500円という計算になるという。これいただいてます、上順チャンネルです。疲れてる。今日はそんな疲れてないな。ちょっと鬼ヶ城しんどかったな。いやもう疲れてる、眠たい。鬼ヶ城ちょっと熱中症っぽいってなったんで。これあのホテルのコップ、コップやよこれ。うん、好き、うん、ギョップでそうやで。お風呂上がりいただきます。もう飲んじゃったからこっちは。おいしいおいしいビールっぽいジュースを。ギョップでそう、マジで。あまり冷えてない。いやこっち冷えてる、めっちゃ冷えてる。おいしい。冷えてない。でもまあおいしい。もう贅沢リフレッシュキャンペーン、ちょっとアップはあかんて。もうこの前、この前何回も言うたらアップはあかんて。いやいやいや、なんか安倍総理大変なことになってる。あのなんかな、やめるらしいです。いやなんかわけわからんことになってるんですけど、美味しいです。あーちょっと待って、5時から、え、6時からご飯やからちょっとね、6時、あ、ゆっくり袋入れます。イエーイ。夕食朝食ともにフロント横のフードスペースにてご飯をいただきました。あのすごく清潔感があるあのフードスペースでしたね。見てよちょっと、娘はコーラよ、私は悪いけど生ビールをお供に美味しい夕食をいただきました。一泊二日のご飯です。マグロも入ってます。せっかく勝浦来たんでお刺身いただきます。ご飯も、ご飯ある？ご飯も。落としちゃった。うん、早速いただきます。美味しかった。赤い。赤い。これメバチやで、また。おいしい。メバチ来た、メバチ。どうしたの？イッサもね、最近ね、お刺身食べれるようになりまして。あんまないけど、これ見ない。え？マグロいきます。これキハダやで、キハダキハダ、やばない？こうご飯に、ご飯に、うん、おいしい。うん、リサ量多いんじゃん。マグロ食べれるようになった、リサすごい。2枚目。うん、もちもち。
帰って。うん。ビーチをちゃうで、メバチやで。もっちもち。もちもち。どこ？カメラ。こ。美味しく。リズとか食べれるようになった。マグロの他は鶏ミンチの団子あんかけ風だったり、サラダに小鉢3品ついてました。甘めのお味のブリの煮付け、さっぱりお酢が美味しいサバの南蛮漬け、そしてね、あっさりお出汁で煮付けた高野豆腐の煮物と、これまた白飯に合うメニューで非常にお腹いっぱいに満足でした。ちょっと朝ごはんもすごいことになってます。朝ごはんものすごいことになってますよ。ちょっと見てみようか。朝ごはん、朝ごはん、おしパン食べてます。こんだけの量、サバとかすごいで、こう。私卵焼きもよく割っちゃって、パンも食べて、見て、サバ、こんなサバ。ちょっと今日も太れってこと、私に。いいね、もうそこね、産む前の体重に戻ってしまう。60キロ。サバめっちゃ美味しい。こんな量。ご飯に、こんな量を、ね、で、私欲張ってパンも。朝食はまた豪華やってんも、サバもダイナミックな大きさでしたでしょ。でね、なんとご飯とパンと飲み物はおかわり自由なんですよね。通常1泊2日2食付きで7000円のプランが非常に安く利用できました。これでも安いんやけどね、美味しかったです。さあ、この、お宿の紹介、最後に紹介します。ホテル&レンタカー600です。最寄り駅は紀勝浦駅より徒歩1分、駐車場は無料となっております。天然温泉、大浴場もありますよ。日帰り入浴であれば500円で入れるということで、非常にお得です。非常に良かった、ここのお宿。あの勝浦温泉、本当にご飯が美味しかったので、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。以上、上旬チャンネルでした。